7日の世界遺産は特別編。番組新ナビゲーター、私鈴木亮平が屋久島を取材しました。旅のテーマは標高によって変化する植物。これガジュマル。海岸沿いは亜熱帯の森。ガジュマルの巨木と出会い、野生の屋久島ザルにも遭遇。標高およそ1000メートルの針葉樹林では、島自体の生命力がとてつもないですね。屋久島の代名詞、大雨の洗礼を受けました。2週にわたるスペシャル、世界遺産洋上のアルプス屋久島、前編は7日午後6時。